ジャーハオ、皆さんこんにちは。今回は12月にママが台湾に遊びに来たので、その時の Vlog です。タクシーを1日レンタルしていろんなところを回りました。最初はヤリュージオパークに来ました。私は今回初めてここの場所に来ました。台北から車で約1時間ぐらいで来れました。こんな場所があると知らなかったので今回来れてよかったです。いろいろな岩の形があるので見てて飽きなくてとても綺麗な場所だなと思いました。へんぴゃおりゃん。すぐ近くに市場のようなものがあったので少し散策してみます。わ、大きい。後ろで心配そうに見てる。おいしい。これなんだろうね。これどれ？これなんか、うん、なんかすごくピーナッツの美味しそう。メカヌガ。ユウカ。メカヌガ。あ、これ。先生。雨。うん？雨が？雨。ココナッツ。うん、雨、これも雨。おいしい。ハウチー。ハウツー、ハウツーか。おいしい、おいしい。おいしい。シェシェ。初めて見た。うん、でも美味しかった。タン、タン、うん、飴。飴。なんとかタン。キャラメル、キャラメルっぽい。美味しいです。次に10分に来たよ。猫に、前に会った猫。約1年前に出会った猫がめちゃめちゃ可愛くて、その時の猫を今回も探しています。その近くいたボボ。巧克力呀，跟我们讲巧克力，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 看巧克力，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 Thank you.
そして10分と言ったらこれ、ランタン揚げもします。ランタンに願い事を書いていきます。店員さんに四字熟語みたいな4文字の漢字を教えてもらったので、それを見ながら書いています。天天開心、毎日楽しいって意味かな。あとは数分新風かな。ランタンは4面にかけるので、私は2面、ママが2面書きました。いろんなことを書きました。ちなみに私のサインは猫がモチーフ、猫大好き。すいません、ビデオだよ。以前来た時よりも観光客が増えていたので、歩くのが難しいぐらい人が多いです。この後は猫島と9分にも行きました。その動画も今度出すので見てね。バイバーイ。